内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。まず最初に本日お伝えすることですけれども、相場概況と日経平均株価の位置、2番目に、今週の新高値銘柄、最後に、銘柄紹介としまして、3230のスターマイカを紹介したいと思います。まず本日の日経平均ですけれども、19,929円と、前日比64円安となりました。ニューヨークの方が安く戻ってきたこともありますし、本日の夜の雇用統計ですね、こういったものもありまして様子見ムードが強い状況となっております。こちら規模別になります。日経平均はマイナス 0.3% の下落でした。一方マザーズですけれども、こちらプラスとなっております。 0.7% のプラスといったところとなっておりました。次に業種別見たいと思います。本日の上位3業種は保険海運輸送というふうになっております。こちらマイナスの方なんですけれども、ガス不動産水産というふうになっております。それではいつも通り日経平均株価の位置、こちら見たいと思います。こちらいつものように PR の16倍の点線と14倍の点線、25日移動平均線の赤いこの点線があります。今週になりまして EPS ですね、こちら1400円を割り込んでおる状態が続いております。2月決算こちらの方が開示されてきておりまして、なかなか厳しい状況の銘柄が多く出てきております。そのような場合には非常に強い売りが出ておる状況になっておりまして、 PR の方もこちら 14.4 倍ですけれども、本日こちら後で見ていただきますけれども、25日移動平均線ですね、こちらの方を下回る状況となっておりまして、モメンタムの方は悪い状況ということが言えると思います。次にこちら日経平均の乖離率です。こちら今言いましたように25日移動平均乖離率がマイナスとなっております。一旦一度このあたりでもほぼ 0% といったところがあったんですけれども、その前を見ますとこちら4月の下旬ですね、こちらのこのあたりの時はマイナスでした。それ以降は25日移動平均線は上回って推移しておりました。そこが今回こちら割れたといったところで、いわゆる外国人の売買ですね、昨日発表されたものプラスでしたけれども、少ない額でしたし、モメンタムとしてはそれほどいい状況ではないと思います。こちら為替になります。為替もユーロ高が継続しております。このような状況の中、ドル円ですね、こちら動きがない状況というふうになっております。こちら海外投資家動向になります。4週ぶりに買い越しといったところでしたが、115億円と非常にそのインパクトとしては弱い数字となっております。こちらは信用評価ですけれども、こちらの方は改善してきております。 6% 台、この 6% 台といいますのはここ直近3ヶ月ですね、見ましても一番いい数字となっておりまして、それほど個人投資家の方は苦戦しているというような状況ではないのかもしれません。次に騰落レシオになります。こちらは特に動きがありませんでして、昨日現在106というふうになっております。こちらボラティリティインデックスですけれども、こちらの方はややこちら上がっておる状況があります。北朝鮮の政治リスクなどもあるかと思いますし、こちらどちらかというとややこの切り上がる感じで16というふうになっておりますし、 S&P も13の方まで来ております。今後こちらの方は注目しておきたいと思います。それでは今週の新高値銘柄を見たいと思います。延べ銘柄数は762銘柄ありました。重複なしでは452銘柄と、先週ですね比べますと随分少なくなっております。その中で時価総額の10位なんですけれども、このような銘柄になっております。見ていただきますと、このダイワハウス、こういったものは非常に長くついております。で、またこの後で言いますけれども、商社ですね、商社関連も出てきております。それ以外はこちらクボタですとか自動食器ですとかアイシン、こういったところはここに来て新高値を取っておる銘柄ということになります。で、特徴なんですけれども、まず一つはヒアリ関連ですね。ヒアリ関連といったところで農薬殺虫剤、こちらの新高値がありました。本日ニュースにもありましたけれども、フマキラーですね、30年ぶりの高値といったところまで買われております。
その他はこちら総合化学、今まで闘争などは非常に強い動きを示しておりましたけれども、その他の銘柄も割安感があるといったこともありますけれども、新高値を取っております。2枚目になります。こちらは地方銀行、総合リース、総合商社、こういったところが新高値として目立ちました。こちら合わせて言えることなんですけれども、いわゆる低 PBR のバリュー株ですねといったところと思います。特に総合商社の中では、伊藤忠商事ですね、いろいろ、最近はファミリーマート関係で、動きもあります。伊藤忠商事が、非常に強い動きとなっております。あとこちらの方は先週も言いましたけれども、何か一つこのトピックスとなるような新高値の塊がないときには、この間接業務ですね、販管費の中のいわゆる削減をするといったところの業種、こういったところが新高値を取ることが多いということが言えます。でこちら新高値の中から割引率 7%、 残余利益モデルで割安感のある銘柄を10銘柄出してみました。こちら10銘柄となっております。こちら大和ハウスですとか山陽貿易、先ほど言いました一番下のジェイコスですね、こういったところは比較的長い間新高値を取っております。緩やかな上昇ですけれども、ファンダメンタルから見ますとまだ 15% ですとか 20% ぐらい割安といったところがあります。何か理由がありまして、やはりそこまで達してないといったことはあるんですけれども、長く上昇している銘柄群となっております。次こちら2枚目の方なんですけれども、こちらはリターンと株主の状況です。でこちら先ほど言いました伊藤忠商事、こういったところが、ですとかこの総合リースですね、いわゆる、バリュー株、こちらの方も、新高値となりまして、直近では、高い伸びを示しております。それでは最後に、銘柄紹介をしたいと思います。本日は3230の、スターマイカとなります。まずどのような会社かといったところを紹介した伝えたいポイントですね、こちらの方を紹介したいと思います。上期ですね、上期の決算が終わりました。そちらの施策といったところが今後中期的にですね、業績に貢献しそうです。非常に面白い施策が多かったので、まずそちらの方を取り上げたいと思います。またこちら東証一部の指定銘柄、この可能性というのは長く言われておりますけれども、やはり会社としても取り組んでおるといったところで、そういったところもポイントになるかと思います。会社概要になります。どのような会社かといいますと、そのファミリー向けですね、ファミリー向けの賃貸中の区分マンション、こちらに投資をいたしまして、権利取得後は賃貸収入、リフォームをしてそちらを売却するという事業が主力です。その他はそれに関連する仕事となっております。で上期なんですけれども、売上の方は 19% 増、営業利益の方は 42% と非常に高くなりました。この理由なんですけれども、このインベスメント事業といいます、こちらより売却目的の、事業なんですけれども、都心5区、特にタワーマンションですね、こちらの販売に、停滞感が出ておるそうです。そのために、今のうちに、売っておくといったところで、戦略的販売をしました。ただそれ以外の都心5区ですね、これ以外のところの中古マンションというのは非常に需要が旺盛だということです。ですので販売用不動産、こちらのいわゆる資産になるんですけれども、こちらの方は積み増しておりまして397億円にしております。進捗率の方は利益で 68% となっておりまして、再度上方修正含みだと思います。でこちら上期の施策になります。全部で4つありました。その中順番に言っていきます。一つはこのインベスターズクラウド1435ですね、こちらと提携をしております。もう一つは大塚家具とリユースの家具を用いた提案型販売もしております。でこの 1,2 というのは今始まったばかりなんですけれども、立ち上がりは順調になっておるということです。で今後こちら面白いなと思いましたのはリフォーム前ですね、この会社はリフォームして販売するんですけれども、リフォーム前に VR を用いましてどのようになるかといったところを確認してもらいます。特にその意思決定者というのは奥様が多いといったところで、女性に対しましてその女性の目線で見えるかといったところでリフォームをします。さらにそれを定額制にするといったところで、見えにくい価格体系といったものも定額制にするということです。もう一つは民泊ですけれども、こちらは180日以下の営業制限ありますけれども、いろいろ組み合わせるといったところでフル稼働の手応えがあるといったところです。
このように見てますと中長期に業績拡大余地は高いと思います。こちら株価やや上がってきておりまして決算後売られておりますが中長期で見ると面白い銘柄かと思います。以上7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。